肩の関節を締める効果があります。ゴルフのスイングで回したいなら伸ばしましょう。セルフアジャストしていきましょう。内股にハーフポールを挟みます。内股を締めた方が上半身に力が入ります。小指から握り手首を立てる。バンザイで始めてバンザイで終わります。バンザイは毎回3から5秒止めましょう。引いた時の手首に注意しましょう。内転筋を締めます。顎を引いて胸を張り、僧帽筋の下まで引いて肩甲骨を寄せる。最後の1回は3から5秒止めましょう。シャフト等硬いものがベストです。代用するなら掃除機のノズル、物干し竿でもいいです。ゴルフクラブを使ってもいいです。ご視聴ありがとうございます。いいねとチャンネル登録をお願いします。